日本ハムの新庄剛志監督52が交流戦初戦の阪神戦28日から3連戦を控えて現役時代に阪神の選手としてプレーした甲子園球場への思いを語った甲子園100歳でしょ100年経ってるんだってと感慨深そうに話した何が素晴らしいかって阪神園芸さん その努力はずっと見てきているから、グラウンドの整備だけでなく、試合を真剣に見てくれているんです。だから僕、コーチに聞くよりも阪神園芸さんに聞いてますもん、と切り出した、紹介したのはプロ入り4年目の93年のエピソードだった。僕どうなってますって聞いたらもっと背番号をファンに見せてほしいね。丸くなっている。5番がシワシワになってるからまっすぐ立ったら。 っていうアドバイスを受けて、そうなんだって、打席に入る際のバットを真上に上げて伸び上がるルーティンを披露し、そこからルーティンが始まったと明かした。その試合でプロ入り初の2打席連続本塁打を放った。苦手な広島の片瀬、清敏、3、シュートを打って、スライダーを打って、その景品をアドバイスくれた森さんに上げに行って。そんなにイランは、もっとホームランをプレゼントしてくれって。 そういう思い出はあります、と懐かしい目をした。さらには甲子園を、メンタルを鍛えてくれた場所という。外のスタンドのファンの声援もやじも背中で受け止めてきた。俺、結構快感に受け取るタイプ。ああ、そういうやじの仕方あるんだって、野球と関係なくね。って、よくフライデーされていましたからねと笑った。今年、最後かもしれんしね。 お礼が一年契約で退路を断って戦っているだけに、意味深な発言も漏らした。かみしめながら戦いたい、懐かしの聖地に監督として再び足を踏み入れる。